でね、こんなこともあろうと思いましたから、もう一個ね、ちゃんとしたプレゼント用意してますよ。これはね、皆さんも期待しててくださいよ。ハードル上げますよ。よし、じゃあちょっと待っててね。あ、違う違う、目つぶっとって、目つぶっとって、忘れとった。はい、いい？目じゃない？開いてる？開いとる。指閉じて。はい、ダメよ、見ちゃダメよ。ハッピーバースデートゥーユー、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 ハッピーバースデートゥーユー。コロくんまだよ、もうちょい、もうちょい右手。ハッピーバースデー、もうちょい右手。よいしょ、コロくん、いいよ、おめでとう。どうですか？おー、イエーイ、頑張った、イエーイ。はい、ご説明します。あの、山形菊池の美味しいものをふんだんに、これ配信の方見えてるかな、はい、ふんだんにあの詰め込みました。まずいちごはですね、もちろん菊池もたくさん栽培しておりますので、いちごと山形といえば西日本一の栗の生産量を誇っておりますので、山形の和栗取れる？食べる？いいよ。あ、硬い？あ、そういうことを言うのやめてもらっていいですか？はい、そして菊池の牛とメロンも載せております。どうですか、この豪華なケーキ。そして上、ここ一番、ここ一番大事、ここ、コロー君の大好きなお米を盛り付けましたよ。ねえ、どうですか？ておきますので、休憩の時間とかにぜひ見ていただけたら嬉しいです。ではですね。